はい、吉田隆の教え方チャンネルです一、えー、人一端末、積極的に授業で活用していきましょうという話をしているんですけれども、えーね、これからじゃあ、ね、積極的に使っていこうかという先生方にぜひおすすめしたいのはレポート作りです。ということで今日はレポート作りの進めについてお話しさせていただきます。一、はいえー、人一端末なんですけれども、ね、調べ学習中心の社会科のレポート作りに最適です。 えー、もちろんこの調べ学習というのが一番重要なことで、えー、教科書の、ね、一時一行を鍛錬に先生が説明をして、えー、ノートに、ね、それを写させているような授業ではありませんこのような授業はもう、ね、以前からやめましょうということは私だけじゃないですよね文部、えーね、科学省も言ってますよね学習指導要領を読んでください調べるという言葉がたくさん入っています。えー、ですからね、えー、ざっくり 授業はざっくりと進めて、ねえー、子どもたちに調べる時間を十分に取ると、その上でレポートを作りましょうというのが、ね、私が一貫して主張しているところです。えー、どうして、ねまあ、最適な,んでなのかということなんですけどね、まず、ね、写真やイラストが簡単に使えます。これデジタル教科書が入ってくればもっと簡単です。そして文字もコピーできます。 いやコピーするなんてとんでもないっておっしゃる方いらっしゃるんですけど、現実、私たち、どうですか、使うときに、一部を引用するような場合ね、ねコピーペースト使うじゃないですか、もう子供が使って悪いとことはないですね。 それからですねさらにですねこれはデジタルの良さなんですけども出来上がったものをそのままプレゼンできるんですよねそして何より私の経験から言えばこういったレポート作りってすっごく楽しいんですね子どもたち大好きです、まあ、前も話したんですけどもね私がね担任やってた頃は本当に不自由な時代でした子どもたち2人に1台だとかねコンピューター室行かないとパソコンが使えないとそんな中でもね、まあ、私は こういうことがね、これから大事だっていうことと、自分自身が好きなのでやってきたんですけどもね、子どもたちは毎回このパソコン室に行って、自分たちのレポートを仕上げるのを楽しみにしていました。楽しみにして、調べる力がついて、しかも、ね、レポートをまとめる力もついていくんですね。ぜひね、この調べ学習中心の社会科レポート作りに挑戦していただきたいということで、具体的な例、今から挙げていこうと思います。 はいえー、そこにですね、水はどこからというイラストがちょっとね、えー、載せてあるんですけども、これはですね、私たち、私の YouTube 動画のね、えーまあ、4年生の社会科のところに載せてあるものなんですけども、ね、これは実際に子どもたちが作ったものじゃないです。 私がねこういったものができますよという提案という形で作ったんですけども、ね、も,うもちろん自分自身はもうこういうことできませんでしたからノートにね子供たちに、ね、自分でイラストを描かせながら水はどこからやってくるのかというのはレポートにまとめさせましたねで、まあ、山のイラストを貼ってね山に降った雨や雪は森林に蓄えられますこれを水林水源林と言いますというふうに言ってダムがあって でね川が流れて、そして浄水場に行って、水道管を通って私たちのところに届くんですよという、一連の、ね、この流れをこういう風な形でまとめさせたんですね、この、えー、例えばどのようにしてっていうようなことを調べるっていうのは、社会化、とても重要なんですよね、水はどのようにして私たちの手元に届きますかと。 例えばそこにですね、米ができるまでにはどのような仕事がありますかと、これは教科書にも載ってますね、かつて私はこれをシールを使ってねノートに貼り付けて、レポートにまとめさせたりしました。同じようにね、自動車の組み立てでもね、自動車はどのようにしてできるんですかと。またはね 製品が届くまでどのようにしてこれらの製品が手元に届くんですかというようなレポート作りさせました、まあ、何度も言いますがねこういう,ようなことをね先生が教科書を使って丹念にやっちゃうとつまらないんです授業はねえむしろ子どもたちに任せて調べさせてくると社会科の授業って楽しくなるんですよねそれをさらにこういったパソコンを使いましょうとえイラストを使えばね簡単にねあのこう作ることができるんですよねえそこにね歴史年表ということでねえかつて私が担任してた時の子どもの、ね、サンプルした 昔はこのようにしてです、ね、色鉛筆、色を塗って、これ社会科の白料集についていたシ,リあのシールを、ね、貼らせたんですけど、これシールを貼るだけでも子供ってたん。 こういったあのまとめに、ね、歴史年表作りなんていうこともさせました、これも、ね、子どもたち大喜びでやりましたね、えもちろん時間には、ね、区切りがあったので、ある程度できたところで終わりっていうふうにしたんですね。これも、ね、パソコンなんかで作ると、ねえー、非常にきれいで、ね、そして楽しく、ねえー、歴史学習を振り返ることができるんじゃないかというふうに思ってますね、まずこの過程をまとめる、ね、どのようにしてという形でパソコンを使ってレポートをまとめるという方法が1つあります。 はい、次にお勧めしたいのが、エ地図作りですよね、えー、そこに食料生産というのね、これ、5年生の社会科ですね、これも私のね YouTube 動画で提案してるんですけども、えー、こういうね、どこでね、どんな特産物が取れるのかというようなグラ、まあ、エ地図、社会科の教科書あるんですけども、それを見るよりは、こうやって作る方が私は断然楽しいと思いますね。 えー、例えばあ地図帳の、ね、後ろについている統計を見て、りんごの生産の多い県3つ程度、ね、みかんの生産多い県3つ程度っていうふうにしてこう、こうペタペタペタっとこううイラストを貼り付けていくと、こうやれば、ですねみかんはあったかいところでできる、りんごは涼しいところでできる、それからあきゅうりなんかの野菜なんかを大都市の中心でできるということが一度で分かりますよねで。こういうようなことをやって、えー、授業に入る、つまり子どもたちが調べてから授業に入ると。 先生が冒頭にね説明しながらやっていく授業すると授業時間って足りなくなってとてもこんなもの作る暇はないですということになるんですけどもね子供たちが自分で学べてわかる範囲って結構多いんですよ。で教師はね抜けている部分 気がついていないところ、あるいは勘違いしているところだけ授業をするというスタンスであれば、十分こういう、ねえー、地図作りできます、えー。それから学校の周り、ね、3年生の社会科で学校の周り、これは Google Earth なんか使って、ね、主な公共的な建物の位置をポイントしていく。えー、さらに、ね、これは提案しましたね、市の観光地図。 自分たちが、ね、住んでいる市の紹介したい観光スポット、こう写真をペタペタペタと、もうこれコピーペーストで簡単にできますね。県の観光地図なんかでもできますね。もし時間があればですね。 えー、日本の、ね、歴史地図なんかね、えー、もういいですね、主だった、ね、大きな遺跡があると,ころとか、ね、大きな事件が起きたところに、こうねペタペタと写真を貼っていく、こういうようなことをさ、ね、せ、えー、ていただくといいなと思いますね、えー、6年生、ね、授業がもし早く進んでいるようになんなら、そういうことも、ね、していただきたいなと思います。 はいえー、そして最後にレポート作りということで、一番、ね、適しているのは見学のまとめなんかですね、えー、そこに清掃工場の工夫というレポートのサンプルを載せておいたんですけども、えー、イラストが、ね、貼ってあるんですけどもね、えー、そこに、ね、子どもたちが実際に見学に行った時の写真を貼り付けると、もっといいレポートになりますね、えー、これはスーパーマーケットの見学でも、消防署の見学でも、警察署の見学でも使えます、そしてこれ、そのままプレゼンに使えるんですよね。 スーパーマーケットの見学に行って、ね、分かったことを発表しますという形の時間を取ることもできます。それからもう1つ、ですね見開き2ページのノート指導ということで、ね、これまで子どもたちに調べる時間を確保してノートに、ね、きれいにこの単元丸ごとぐらいまとめるつもりでやりましょうという提案をしてきたんですけどもこういう使い方もできるわけなんですよね例えばそうですね。 5年生の社会科では漁業やったとしますね。えー、まあ、養殖業とね、えー、育てる漁業、これの、ね、違いを分かるようにね、えー、端末使ってレポートにまとめてごらんなさいと言えば、えー、子どもたちは、ねえー、写真なんかをコピーして貼り付けたり、重要な部分を引用して貼り付けたりして、えー、ねレポートにまとめることができます。もうこれでねおぼろげながら、ね 養殖業、そして育てる漁業について子どもたち理解できます、自分でやってますから、えー、その上で、ですね例えば養殖業の問題点だとか、育てる漁業の問題点なんかを取り上げて授業をやっていけばいいわけですね。このように最初にドカーンとね調べる活動を入れて、子どもたちの気がつかないところね、ね抜けてしまうようなところを授業するっていうスタイルにすれば、 この端末ってもっともっとね、えー、たくさん使えるし、そして社会科の授業自体が、えー、楽しくなっていくと思います。ぜひね。こういう形での端末の活用を進めていただきたいという風に思っています。はい、講座の案内です。道徳授業の組み立て方令和6年1月21日日曜日午後8時から午後10時まで参加費は1000円です。 道徳はですね私の動画360本を超えました、えー、様々な学校にね校内研修会の講師として呼ばれて話をしてきましたそういったことを元にねお話しすると同時に先生方と一緒にね教材研究なんかも進めていきたいというふうに思っていますたくさんの先生の参加お待ちしておりますはいこの動画が役に立ったという方いいねボタンをクリックそしてチャンネル登録をお願いします